一着5000円だとしても、うん、大丈夫なのってなるじゃないですか。ね、そこだけ奥様はどう逃げてるというかね、こう、なんか、マスクの下の困った顔が俺に伝わってきたっすけどね。どうも、ピープルゲットレディのタチです。軍曹です。古着熟成と軍曹さんです。よろしくお願いします。コラボ企画、軍曹に、10個の質問してみたの、今回後編になります。よろしくお付き合いください。よろしくお願いします。ではでは、もう早速いきますね。6個目の質問になります。はい。古着を購入する際に、一番大事にしてるところ、こう見どころというか、まあ、ポイントは何ですか？古着を選ぶ際というかね、前提としてサイズが合ってるとかは、うんうん、はいはいはい、いいですか、前提、まあそう、やっぱりもう一番大事、もう金額とかサイズとか、ね、色とかあると思うんですけど、やっぱりここは譲れないなみたいなの、一番は雰囲気かもしれない雰囲気、確かにそうか、まあ、トータルのこうなんかやっぱその雰囲気が合うか合わないかみたいな、あ、そうですね、なんか例えばです、うん、例えばっていう説明がいいのかわかんないですけど、まあ、極端な話カバーオール探してて、はいはい、その普通のカバーオールを買うっていうよりかはその極端なダメージはないけど、多少そのまあしたらってなるレベルじゃないにしろ、その雰囲気のある汚れがあるとか、なるほど、その味わい加減がそう惹かれるかなみたいなところですかね。あとはそのあまり持ってないジャケットとかスタジャンとかあまり持ってないんですけど、はいはい、スタジャンでもその例えばワッもうありきたりな感じではなくて、 それこそ僕が買ったカナダ製のやつとかも、あの高校、多分高校のやつとかなんですよ、あの赤いというかオレンジっぽいやつですよね。そうあれもおそらく高校の少年バスケットボールのワッペンとかがついてるっていう、もうザそのこれバスケ好きとかそのそういった方には失礼かもしれないですけど、うん、そのレイカーズとか、うんうんうん、そういうのじゃなくて、何やこれみたいな、どっかの学校なんだろうなみたいなね、そういうのとか色とかがなんかちょっと変わってんな、かつその、まあ、自分の持ってる服に合えるんならいいかなと、うん、なるほどね、サイズはまあ例えば、はい、自分らで言ったら M でもいけるし L でもいけるしとか、はい、なんなら XL まで許容範囲ってなるじゃないですか、はい、だからサイズがまあ一番でもまあないっていうか、はい、まあ、もちろん大事にはしてるけど、それ以上にそのこうストーリーだったり背景だったりなんか洋服から伝わる、まあ、その雰囲気が大事と、まあ、買うか買わないかはでも結局そこっすもんね。なんで本当に一番大事なのは、うん、気に入るか気に入らないか、テンションが上がるか上がらんかみたいなところがマックス大事なのかなと、なんかざっくりした答えにはなるけど、でもそれが確かにそうなんですよね、欲しくなっちゃったら欲しくなるっすもんね。なるほどね、全然そのヴィンテージじゃなくても、うん、その USA 製じゃなくても気に入れば買うのは全然買いますもん、ね、なるほど、まあ、そこに例えばまあ金額が、ね、自分の中で予算に合うかとかは後から出てくるでしょうけど、うん、まずは好き、ね、自分が好きって思えるかどうかっていう、あ、まあ、シンプルですね、そこっすね、はいはい、なるほど。ではでは次7つ目の質問に行きます、はい、古着を買った後で、うわこれ失敗したなみたいな、もう今までこれは買って失敗だったなっていうのはなんかちょっと覚えてるのがあれば、少ないは少ないですけど、はいはい、単純に着なかった、うんうんうん、結局着なかったっていうのが一番多いかもしれないですね。やっぱそれはもうみんなもあるでしょうね、買ったけど着てないとかね、あります、なんか一回着たっきりもずっと直してるとかね、その失敗失敗が一番多いですか、ね、まあ、それが一番もったいないしですね、買ってきないっていうのは ね、それは何かそのお店ではビビッとやっぱ来ちゃったわけでしょ、さっきのつながりで言うと、そうです、ね、この雰囲気最高って思って買って、うん、なんでそれが後々なんでしょうね、そうね、なんかもうその時はよく見えちゃったみたいな、あ、まあ、悪いものではもちろんないんでしょうけど、その時はもういいじゃんって思って買うんですけどね、やっぱりただ衝動買いがやっぱ失敗しやすいとは思います、ね、まあそこで言ったら例えばもう一番出てくるのは安さっていうのは、そこはあるわ、これが2900円だったら買ってた方がいいなとか、本当は3万円ぐらいするって分かってるのが1万円とかだったら、これ持ったね
言っておかないともったいないとか ね、 心理が働いちゃうそうね。で結局サイズが実はちょっとちっちゃめだったとか、やっぱりレングス長すぎるわとか ね、 ありますね。そこですよね。だからまあついつい衝動買いしちゃうっていうのはやっぱ危険ではありますよ ね、 そうですね。まあね、でも次行ったらやっぱないとかもあるじゃないですか、古着ってね。がその時セーブしたのが後々後悔にもなるしね。なるんですよ。なんで難しいんですけど、やっぱ衝動買いは、衝動買いはやめた方がいい。その時に買っても衝動買いが楽しいじゃないですかね、古着屋ってね。わかります。それが出会っちゃうってやつですもんね。まあだからまあ失敗したら例えばまあ友達に譲るとか、うん、今で言ったらもうメルカリに出すっていうのも悪くはないと思うんですよ、うん、全然全然ね。だからそういう意味で次ね、失敗したら次があるっていうのも今の時代のとてもいいことだと思うんで、うん、と俺が高校生の時とかそんななかったからですね、まあ、大人になってもメルカリなんてね、ヤフオクがまあやってる人はやってるぐらいでしたから、うん、今の人たちマジで羨ましいですよ。買って2年ぐらい来て売るとか絶対そんなんなかったんで。でもあれも一応言ったんですよ、その、うんうん、全部が正しいわけじゃないんでしょうけど、はいはい、明らかにこれその年代じゃねえだろっていうのをその古い年代表記で売ってたりもするんで、まあそこはね、あの売ってる人も素人っていうか当たり前一般の人なんでね、その悪気があるないじゃなくて、多分これ60年代だろうと思ってなんかねレプリカものを出しちゃったりっていうのもあるだろうし、なんかだいぶやばいなみたいなのねあるじゃないですか、どう見ても違うけどなみたいなねいやだからまあそれはもうメルカリとかオンラインで買うリスクっていうのはちゃんとこう踏まえた上で、まあね買った方がいいし、まあ少しでも出品する際はちょっとちゃんとそこの確認は取った方がいいですね。分からんならもう書かん方がいいです、ね、うんうん、そうですね。よく分かりませんっていう、うん、もう軍曹の合言葉ですよねもう僕よく分かんないですけどっていうのは俺とっても大事と思うんで 100% の情報って多分何しろ、ね、いやいやいや、そうなんですよ。もうね、自分たち古着でも60年代だと思いますって言うけど、うん、その一応ね、例えばジップを見てたとかタグから判別って言うけど、はいはい、じゃあ60年代って言っても実は71年とか2年かもしれないし、ありますよね、50、逆にもっと古い57、8年かもしれないし、全部ふわっとしてるんですよね。だからそれ言ったら60かもしれないし70かもしれないとか、うん、全部こうアバウトなんで、うん、だからそのなんか言葉のねこう断定っていうのは古着に関してはあんまりしない方がいいですよね。しない方がいいと思う、うん、だと思いますっていうのがね、自分たち古着屋でもおそらくこの年代だと思いますっては言うんですけどね、まあそこはちょっとなんでこんな話になってるんですか失敗の話から、まあ、ディテールの話になっちゃいましたけどまあそのリセールとかをする時はね、うん、ちょっとこう一つ気を使った方がいいかなとはね思いますよね。まあ失敗というのは衝動買いと、まあ、そうっすね、いうところですね。衝動買いで失敗することが本当に衝動買いでしょうねでもやめられない、いやー、ね、でも悩むようになりましたよ購入品紹介の多分3割ぐらいは衝動買いじゃないですか、あれは。そうでもないですか。あ、衝動は多分最近ないです。あ、最近はない。その場で即決して買うっていうのはありますけど、ちゃんと悩んでっていうのが多いんで、ね、うん、線引き難しいです。むずい、まあ、さっき言われた、あ、安い、この年代がこれ買おうってなったのが多分僕の中で衝動買いなんで、はいはいはい、それはそれは失敗する。だいぶ減ってきたってことですね。そうですね、もう今は、まあ、経験というか軍曹も今経験上積まれてるってことですねではでは、8つ目、ちょっとこれ難しい質問なんですけど、はい、まあうちも含めていろんな熊本でも全国でも古着屋さんってあるじゃないですか。一応この場合で言うと、じゃあリセール系の、あ、リセールというかあのリサイクル系というかね、リユース系のショッパー一回除いて、はい、うちらみたいな古着屋っていう意味で言うんですけど、はい、軍曹が行ってこれからの古着屋さんに求めてるもの、なんかもう今はこうだけどもっとこんな古着屋出てきてほしいなとか古着屋さんってこんなだったらもっといいのになみたいな、なんかそんなこう率直なご意見ないかなとかですね、軍曹目線で。いやー、古着屋さん、ちょっと前提で言うと、はい、軍曹はちょっと古着屋さんに行くのちょっと苦手って言うじゃないですか、いつも。そうです、ね、なんか初めて行くお店はやっぱちょっとこう壁を感じるみたいなね、うん、だからそこは何なんだろうなとか、こう
うちら古着屋がもっとこうなったら世の中いろんな人が古着屋に行きやすいのにみたいなね。これそのラジオでも話されてるじゃないですか、うんうんうん、でこれあの古着屋さんが変われっていうよりは僕最近思ったらお客さん変わった方がいいんじゃないかなと思ったんですよ。そっち目線ですかっていうのが、まあ、さっき田尻さんが言ってくれたように僕正直古着屋に初めていく古着屋に入るのって超怖いですよ、うんうん、同じく俺もちょっと考えますもんね。ちょっとどうかなみたいなね。ただ結果その入ってみて、まずその古着屋さんに行く人にやってもらいたいのが一言で言いけん多分オーナーさんとかその店員さん、あでもそのバイトさんとかがやってるところっていうのはちょっとまた別になっちゃうんですけど、ここみたいにその田尻さんがオーナーで店の人としてちゃんと働いてて一人でやってるところっていうところとかは話しかけたら全然多分違うんですよ、うんうんうん、こっちから話しかけんかったら向こうも多分下手に接客したら圧になるって思ってらっしゃる方多い。なるほどなるほど。でそのこの動画でお店の名前を挙げるとあれなんですけど、はいはい、まあ言わないや。いや、ダメですよ。言った方がいい。いや言わない方がいい。どうせピーって入れますから、ね。ここじゃなくて違う古着屋さんに僕、はいはい、行く時も全然あるんですけど、もちろんそこに初めて行った時とかも。ある程度これ試着してもいいですかっていう一声とか、うん、これ どんなやつなんですか何なんですかこれっていう一言からめちゃめちゃ雰囲気変わってくるんで、なるほど、一回聞いてみたら意外に話しやすかったりってことがねありますよね。なんで古着屋さん自体はもうその入りにくい入りやすいっていうので変えなきゃいけないってきたら多分そのインスタグラムの雰囲気とかもそうですし、うんうんうん、店の雰囲気ってどうしても古着屋さんって独特になっちゃうので、うん、なかなか難しいと思うんで、ただそこら辺って多分いろんなもうお店屋さん改良というか改善してると思うんですよ、ある程度。まあね、その、うん、らしさっていうかね、うんうん、なんかその なんだろう綺麗に置きすぎても古着ってなんかちょっと合わなかったりもするし、逆にちょっともうこう乱雑すぎてですね、なんか入り口が狭くしてて商品がもう山盛りもなんかはみ出てきてるみたいな店は魅力的だけど、どんなスタッフさんがいるのかこう見えないから怖いっていうかね、このこう洞窟に入っていくのは大丈夫なのかってなるじゃないですか。もう端末もねえのに入っていくような感じになっちゃいますからね、ドラクエで。なるほど。すぐ引き返しちゃうみたいな。あ、真っ暗や、もう端末持ってこないかもってなるんで。端末出たらよくわかんない。ありません、ワンとかでなかったですけど、端末持ってないとみたいな。あの例えばこうガラス張りで中が見えたら、うん、なんかこう雰囲気もわかるけど、うん、そんな古着屋さんって少ないですよね。少ないですね。結構まあもう、ね、シャツとか T シャツでも隠しているというか、うん、もう物で中が見えないみたいなのがね、うん、基本的に古着屋さんだと思うんで中が見えないんですよね、やっぱね、うん、だからね入るお店側としては単純にあ笑顔で明るくいらっしゃいませぐらいな感じで、はいはいはい、それだけで多分全然変わると思います。そうですね。あとはその行く人がせっかく行ったんだし見せてもらうんだし、まあ、この言い方もちょっとなんか違うのかもしれんですけど、まあ、コミュニケーション取ろうとする、軽く取ろうとするぐらいでいいんじゃないですか。なるほど。だからまあお店側としてもまあ最低限しっかり挨拶とか笑顔はしっかりね、あのお客さんと触れる時にはあのしないといけないとか当たり前のことなんですけど、プラス軍曹としてはお客さん側もちょっとした勇気を持ってなんか話しかけて見たら意外にいいよみたいなことですかね。思いますね、うんうん、コミュ障気味の僕からすればそれだけで変わるんで、なるほどね、確かにね、うん、それはねもう全てのお店に俺言えると思いますよ、うん、なんかね一見たもう例えばもうタトゥーバリバリでもうヒゲとタトゥーともうなんか一見怖いみたいな人もあのちょっと聞いてみたり話し始めたらすごい優しい人とか腰が低い方だったってもうよくある話なんで、あのお店をやってる人で本当に怖いっていうか本当に悪い人はお店やれないんですよ。これねよくちょっと今思い出したのが芸能人で性格悪いとかっていうあの人は本当は性格悪いらしいよとか言うじゃないですか、はいはいはい、でも結局あれはさこうテレビで使う側のスタッフさんがやっぱ好きなスタッフ、あるいはスタッフさんに親切とか人柄がいい人をまた使いたいってスタッフさんも思うから、テレビに今ずっと頑張って出てらっしゃる人たちってやっぱみんな人ができてるって言うじゃないですか。だからなんでこの話になってるんですか。悪い人はいないっていう、そうそう
古着屋を例えばねその10年20年やってる人でも、まあ、5年でもいいですけど、お店がそこにある以上は人がそこに通ってるっていう事実があるわけだから、そんなねちょっと怖い人とか、なんか話しかけたら怒られる人なんかいないんですよ、普通に考えて。だからあのぜひね、あの気楽にというか入ってほしいですね、自分としても。1点だけあるとすれば、はいはい、あの内輪乗りすぎるお店は入りづらいかもしれない。なるほどね、それぐらいですかね。ずっとこうドアの入り口付近とかレジの前でこう3人4人でこうずっとなんか盛り上がってたりするとね、だって今この状況でもう1人ぐらい例えば人がいたとして、はいはい、ここでめちゃめちゃ仲良さげで話してきて人が入自分が入ってくるとして、いらっしゃい、はい、あいらっしゃいみたいなこっちで盛り上がるとったらもういいかなってなるじゃないですか。なるほどね、そんな そのぐらいですかね。その塩加減って難しいじゃないですか。例えばこっちで話してるのが見えてるからこそ自由に見れるっていうメリットもあるじゃないですか。なるほど、逆に誰もいなくて店長の目線を感じてたらなんかこう見られてるなってなるんで、その塩梅も難しいんですよね。一個一人おらんと入りづらいっていうのは確かにあるかもしれないですね。だからやっぱうちらもよく気を使うのは常連さんたちとこうね気さくな会話もしながらちゃんとそのいらっしゃったお客さんにも目線を送ったり、逆にこっちに逆にそなんなんていうのかな、こっちに行き過ぎないこっちに行き過ぎないっていう、まあなんか自分の中のこうバランスは取ろうとはいつもしてますけどね。ね、お客さん来たとだもうめちゃめちゃ俺がロックオンしたらそれはそれでいやもう来ないでってなるじゃないですか。ですね、ね、ですね、だからそこ、ね、常連さんたちもよくあるんですよ。タジさんあの行っていいよみたいな、新規の人が来たらタジさんどうぞあの接客してきてみたいな。でも俺は逆に今あ了解ですって言って向こうに行くとプレッシャーになるって分かってるから、あ大丈夫ですよ、あとちょっとあの見てもらってお声掛けしますからって言うし、なんかその辺はやっぱお店さんのねこうなんかやり方はある違うと思うんですけど、うちは割とそんなスタイルです ね、 なるほどですね。入ってきた人にいきなり横について今日何かお探しですかとかもそれは安もんね、絶対聞きたくないんでまずは自由に見てほしいって感じですね。まあまあちょっとこうね、こうなってほしいというのは、まあ、みんなが追求しつつですけど、まあ、お客さん側も意識を変えるともっと楽しめるってことですよね。じゃないかなと思いますね。了解です。ではではこれはちょっと妄想の話なんですけど、はい、軍曹がもし古着屋さんをオープンするってなったら、はい、どんなお店、もちろんどんな場所でとか、例えば熊本じゃなくてですよ、どこでやりたいなとか、でどんなコンセプトの古着屋をちょっと軍曹がもし店長やるんだったらやってみたいかなっていうね、妄想ですこれはもう単純な難しい。もう多分自分の店やるってなったら多分趣味、本当に趣味で開く形になっちゃうと思うんですよ、はいはい、自分の好きなものだけをみたいな。そうですね、実際お店をちゃんと収益目的でやるってなったら多分僕できないと思うので、はいはい、なるほど、もうそこはできないっていう感じなんですね、うん、やるとしてももうこれは失礼な言い方かもしれないですけど、ね、そのネットショップオンリーとかでやっちゃうんじゃないのかなとは今だったら思います、ね、あなるほど、お店っていうよりもうネットショップをやるみたいな。いやでも古着屋さんやってみたいとは正直思ったりはするんですけどね、ラジオ聞いてたらやっぱり大変なんだって思うんですけど、ね、うちの古着屋さんをねやりたいっていう方に向けて割とラジオトークで、あの自分はこうでしたよみたいなね、テナント探しの話とか仕入れ先の話とかね、いろいろ話をしてるんですけど、まあ軍曹はそれを聞いていただいてやっぱ大変なんだなっていうのをちょっと感じてもらってるというか、う遊びでやっちゃいけないなっていうのはちょっと、ちょっと耳が痛いです、ね、お前遊んでるんじゃないか。いやいや、ただそれでもその自分の店を開くってなるんだったら熊本市内、アーケードとかにはなんかあんまり出したくないな。なるほどなるほど、なんとなく中心市街地よりはちょっと離れてちょっと郊外で軍曹はやりたいと。ただそのまあそんなそこまでアクセスが悪くないぐらいな、まあ、ただちょっと田舎みたいなところな感じでやりたいなと思ってて、はいはい、アイテムならもうかね、まあもちろん定番ものは置きつつ、うん、さっき自分がその欲しいと思えるような服、うん、ちょっとその変わってるじゃないけど癖があるみたいな、うん、いい意味でですね、うん、っていうのを置いていきたいなとは思いますね。定番はもちろんいいんだけども、うん、
軍装目線のチョイスっていうかね、そうですね、色をちゃんと出したお店にしたいなとは出せるなら思いますね。出しましょうじゃあ。話違ってきてる。怖い怖い。でももうこれ妄想続きで言うんですけど、例えばね、これ妄想ですよ。俺らがめちゃめちゃフォロワーさんが増えて、はい、もうなんかすごい人気のね、軍装が人気が出て、もう古着 YouTuber に軍装ありみたいになった時に、例えば東京でポップアップやりますとかね、軍装がなんか2日間東京に来るらしいとかあったら、めちゃめちゃ面白いと思うんですよね。人気が出たんですね。このマスクで2日間店頭で立つみたいなね。夏場以外にしたね。秋冬限定で。春秋冬限定で。汗がこれからダラ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 出るちゃうんで。なんかそういうやりたいですよね、なんかね。だからピープルゲットレディがじゃあ出張バージョンで東京行くときとか、軍装もちょっともう有給取って来てくださいよ。お可能な限り、ちょっと奥様とかにもあの友達の結婚式行ってくるとか嘘ついて。スーツ着て家ならいいんじゃないかな。なんかね、そういうスーツ着て着替えを持ってですね。なんかそういうことやりたいですね。ちょっとね。そしたらその時持っていくのはもうド定番以外を持っていきたい、ね。なるほどなるほど。絶対に僕だったらド定番以外を。変わったもん持ってきたねみたいな。カバーオールでもなんかちょっと外れたやつとか、はいはい、それこそ。そのシアーズでもシアーズローバックの方を見せたりとか。そんな変わってないですよ。でもどっちかってシアーズの方が多いじゃないですか。ローバックスを多い、ローバックスを持っていくとかですね。軍装はその辺がね、なんかやっぱちょっと外した方の楽しさとかね。がいやいや、だって見に行ってド定番しか、そのせっかくポップアップってなったら、はいはい、お店考えるのは全然やっぱ別ですけど、うんうんうん、ポップアップって特別なイベントで、うん、ド定番のはいリーバイスのフォースフォースフォースとかあると、はいはい、多分し持ってる人とかだったら当たり前に持ってるじゃない、別のお店さんにもそれあるしね、なんですね。なんでちょっと変わり種というか面白いのを持っていきたいですね。せっかく行くなら変わり種を行きたいと。ちょっとね、売れない可能性とかでかい。結構真面目に考えるんですよ。すごい出さないっていう言いながらもそこの目線すごいしっかりしてるんですね。だって古着屋行くのってなんか発見があるのが面白いじゃないですか。はいはい、なんだこれみたいなね。そうこれはさっきもね言ってたんですよね。そうっすね、やっぱお店に行った時に知らなかったものとかね、見たことない色とか、素材に出会ったらやっぱりちょっとこうね、うわってね、ときめきますよね。ときめきますよね。やっぱ古着ってそういう出会いがね、あるから、やっぱ自分もそういうのをちょっと集めていきたいですね。定番は定番でちゃんとあるよとね、プラスなんだろうこれっていうのも置きたいですね。はい、はい、ではではちょっとね、前編後編に分けて、まあ今回ね、軍装を知ってもらう企画ということで、お送りしてきました、古着塾生と軍装に、10個の質問してみたなんですけど、まあ、今度のね最後の質問10個目の質問は、まあね、今後やってる YouTube チャンネルで、はい、軍装のチャンネルで、はい、今後こんな企画をねやろうと思ってるとか、なんか視聴者の人にこんなのをちょっと楽しめるようなことやってみたいなっていうのがなんか終わりでしたら、ぜひちょっとこう教えてもらえないかなと思って、やってみたくてまだやれてないのが、はい、あのオーバーデニムのオーバーオールの育成記録みたいな、うん、ああなるほどなるほど、さっき言ったように仕事でも僕の場合着れるので、はいはいはい、発達のが早いんですよ。一回あの動画でもおっしゃってたんですよね、そういうのあんまりないような気がするみたいなね、うん、やっぱりそのデニムジャケット、うん、デニムパンツとかはあるんですけど、うん、オーバーオール多分確かにね、探してなかったような気するんですけどね、まあ、その色落ちしましたとかっていうのはお見せできるのもあるけど、うん、だん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 ね、リアルワークで使ったらこうなったみたいなのはあんまりないですよね。そうなんですよ、まあ、1週間ごととかでね追いかけてもいいかもしれないですよね。それはまあやれたらやろうかなと思ってます、うんうんうん、あとさっきその田尻さんにも話したんですけど、なんか明確なものはないですけど、なんか違うことやりたいなってなったけど、購入品紹介、アイテム紹介、Vlog ってみんなやってるじゃないですか。まあもちろんもちろん。だっけんで、そのなんか他のないかなと思ってるんですよ。なんかそのみんな似たり寄ったりじゃんみたいな。あるんで、ただ語っても僕知識別に深くないので。なんでまあね、語るのが全てでも俺はないと思うし、うん、
まあでもね、俺軍曹の目線は今現時点ですら俺は新鮮だと思うんですよ。軍曹は。そうですか。あのね、まず何がいいかというと、ノーブランドでも好きなものは好きって紹介するってあのスタンスが俺はねやっぱりとてもいいと思ってて、みんなって YouTube やっぱりネタにならないとこう受けないって思っちゃうから、やっぱ分かりやすいブランドさん、例えば今で言ったらチャンピオンのリバースウィーブっていう、もうそのキーワードをもう押したいし、やっぱりそのね、今こう流行ってるものとか、やっぱりそのニーズがあるものをみんな汲み取って情報出すっていうのは、まあ常套手段なんですけど、軍曹はこれなんかわからないけど好きなんすよねみたいなスタンスでこう語れるじゃないですか。俺は絶対あれが大事と思うし、あの要はそっからまたファンが生まれるじゃないけど、あ俺もそれちょっと注目してみようかなみたいな、新しいこう波のスタートというかね、そっからこう流行りとまではいかなくても、そこにスポットライトを当てる一つのこう いいきっかけを作ってると思うんで、日本中で例えばこれはねズバリもう俺の中で軍曹しかやってないと思って言うんですけど、あのオーバーオールの下にベストを着ましょうスタイル、この画像出しましょうか、ここにね、今日着てないけど、このオーバーオールの上にベスト着てほしいって軍曹めちゃめちゃ熱く語るじゃないですか。いやあれ絶対やってますもん、ね、雰囲気全然違うから。いやあのだからあれですよ、俺が言いたいのは、軍曹はねすでに独自路線を言ってるんですよ。あれ、それこそもうあの昨日の話なんですけど、はいはい、家族で花見行ったんですよ、はいはい、でその時に、ポインターのオーバーオール着て、で下がユニクロのワークシャツ、はいはい、でその間にシュガーケーンのワークベスト着て、うんうんうん、どうって言うのに、はいはい、パッツンパッツンが中になんでベスト着るのみたいに言われてパッツンパッツンになってると結構まあまあ見にくいレベルでパッツンパッツンじゃなかったんですけどちょっとパツってなってちょっと、うん、パツってなってそうそうそう、でそれに言われて、いや昔の人はこういう風に着てたんだって、そもそもこれ上に着るもんなんだからって言ったら、ふーんって言われて昔じゃないんだからそういう風に着なくていいんじゃないって言われてもう昔じゃないんだからって言われたらもう元も子もないですよ、ね、ただその昔はこう着てたって言って、うん、誰も多分確かになかなか、俺ねあのスタイルは軍曹以外で見ないんですよで、なんだろう、古着をやってる俺とかも例えばあのスタイルをして、でもこんなん誰も着てねえな、やっぱダメだなってあの心が負けちゃうと思うんですけど軍曹はいや俺はこれがいいと思うって、ちゃんとできるのがやっぱりね、お店じゃないからできるっていうのもまああるかもしれないですけど、やっぱ独自路線はもうすでに行ってますよ軍曹。もうこのマスク姿なだけでこれで外に出るわけじゃないですか、独自路線だからですね本当ね。まあでもそうですね、なんか違う着方みたい、まあ、違うわけじゃないですけどね、昔そういう着方してたよみたいなのとかをその古い写真見て探すのは結構好きで面白いなと思うので、やってる方いらっしゃると思うんですけど、あの古い写真で何枚か本当に数枚しか見つけてないですけど、ベルトのバックルをここじゃなくてここに持ってきて着てる人とかもいるんですよ、はい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 、でタックインして古いワークの人たちの写真とか、それも一回やって嫁になんでそこにやってるのって言われたことあるなんて答えたんですか。いや同じように昔でこれ見てこの画像見てこれこれこれって見せて、はいはい、かっこよくないって言ったら、うーん真ん中でいいんじゃない奥様の壁は厚いっすね、そ, まあ、それでも、まあ、いつか奥様に言われたいですね、いいねそれって言わせたいですね奥様にね、言わせたいっすね。これちょっとまあ質問の延長っていうかね、はい、もう今10個の質問終わっちゃったんですけど、あの軍曹がいつも月ごとに1月2月3月の購入品ってあげてるじゃないですか、あれは奥様は知ってるんでしょ、あれはその家には別に隠してるわけじゃないんでしょ。隠してはない、うん、ただことごとく、うんうん、教えたりとか言ったりするときは、はいはい、これ500円だったんだよねって、本当に500円のやつとかを500円だったんだよねとか、あ本当に嘘じゃなくて安いやつ教えてない、安く買えたやつ、あなるほど、その延長でいろいろ増えていって嫁の中では多分あそう安かったんだろうね、1000円以下ぐらいのとか、まあそれぐらい安いのをたくさん買うのが好きなんだなぐらい思ってるってことですか。そうですね、多分あとはまあ新品買うのにいいでしょう、いや新品高いじゃないですか、いや物によりますけど、物によりますけどそれユニクロ GU で買ったらあれですけど、いや
単純にですよ、これこんなね、もう動画に残していいのか分かんないけど例えばうわやべ、今月13個も買ってますねとかって言ってるじゃないですか。1着5000円だとしても、うん、大丈夫なのってなるじゃないですか。でそこの時奥様はどう逃げてるというかね、こうなんかマスクの下の困った顔が俺に伝わってきたんですけどね。ただでさえマスクさんこの今の登録者の僕がこういうふうに質問いただいて喋ってるのが向こうからしたら何言ってんだこいつってやってるかもしれない。やめましょうこれ。じゃあ軍曹がちょっと弱ってきたところで今回の軍曹とのね初コラボ企画をじゃあ終わりにしたいと思います。最後までねちょっと長い動画前編後編でしたけど、ご覧いただきありがとうございました。引き続き、ピープルゲットレディのねチャンネルと、合わせて、古着熟成と軍曹のチャンネルも見てください。ね、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。暇な時にでもよかったら見てください、ね、2人で今後も頑張って目標何万人ですか。万いったらすごい嬉しいですけどね。とりあえず1000いったら嬉しいなと思いますよ。はいはい、まずそこですよね。はい、いやいや、お互いちょっとね今後も頑張っていきましょう。はい、いや本当ご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。軍曹にピープルゲットレディの店内でお買い物していただく風景をね撮影しようかなと思いますので、それでは行きます。